はい、今回の動画は背中のトレーニングでよくありがちなエラー動作の動画です。まあ、背中のトレーニングで上腕骨の骨頭、骨の頭が前方にずれてしまう人結構見られますが、まあ、これはできるだけ避けましょう。肩の前側が前に出てしまうエラーっていうのは初心者によく見られるエラーなんですが、意外とトレーニング歴が長い人でも多く見られます。何が問題かっていうと、この肩の前側ですね、上腕骨の骨頭が前方にずれると、まず背中への負荷が抜ける、まあ、抜けるというか背中への負荷がかからずに肩の前方の組織、上腕二頭筋であったり、このいろいろある腱ですね、この肩の前側にある腱や関節骨に負担がかかって肩の前部分が緩くなってしまう可能性もあるので、背中のトレーニング自体の負荷も低くなってしまうので、基本的には肩の前方へのズレはなくした方がいいです。この動作の何が原因か、なぜ起こるのかっていうのは、まず一つ目がその人にとって可動域が過剰な場合、二つ目が脇を閉じすぎている場合、三つ目が体が硬い場合ですね。まず一つ目の可動域が過剰な場合ですね。前から後ろに引く種目、まあ、ローケアの種目で腕、まあ、肘をですね、後方に引きすぎる、肩を下伸展すると、おのずと上腕骨の骨頭が前に出てしまいます。同じようにラットプルダウンでも無理やりバーを胸につけようとして肘が後ろに行ってしまって肩が前に出てしまうパターンというのもあります。で、必ずしも可動域が広ければ広いほどこの場合はいいわけではないので、肩が前に出ない範囲でトレーニングするというのがまず一つの解決策です。で、可動域がそこまで広くないのにこの現象が起きてしまう人っていうのは、体が硬いか肩周りの機能が正常じゃないっていう場合があるので、トレーニング前にストレッチとかアクティベーションを行いましょう。あとはですね、脇を閉じすぎる、腕が体にひっつくほど脇を閉じてしまうと上腕骨の骨頭が前方にずれやすくなってしまいます。まあ、こう腕を引いてもらうと分かるんですけど、脇を閉じた状態だと結構肩がぐっと前に出やすくなります。これを少し30度以上開けるとその肩の前のズレがなくなるので、基本的には30度以上開けるか脇を閉じて引く場合っていうのはちょっと可動域を制限して行います。まず背中のトレーニングで大事なことはですね、肩甲骨が前傾しないこと、肩甲骨がニュートラルかやや後傾ぐらい維持するのが大事になります。まず肩甲骨の前傾と後傾っていうのがあります。肩甲骨は内側による内転、外側にずれる外転で、上側に行く挙上で、下に行く下勢、後ろから見た時に上下左右縦と横の動きがあるんですけども、前傾と後傾っていうのは横から見た場合、横から見た場合に前に傾いてるか後ろに傾いてるか、これが前傾、こんな感じですね。前傾、肩甲骨が前傾することですね。で、これ後傾ですっていうポジションの捉え方ですね、があります。横から見た時に肩甲骨が前に傾いてると猫背になってしまって、このまま引くと上腕骨の骨頭が前に出やすくなります。今出てますよね。なので背中のトレーニングで引く種目を行う場合は、ニュートラルかやや後傾ぐらいが基本的な姿勢になります。肩甲骨が内転、下勢、上がっていない状態、外に広がっていない状態が基本と背中のトレーニングの時の肩甲骨の動きになります。これができてないと上腕骨が前方にずれやすくなります。まあ、なので肩甲骨が前傾気味の人、猫背気味の人は上腕骨の骨頭が前方にずれやすくなってしまいます。なぜ肩甲骨が前傾してしまうのか、猫背になるのかっていうのは、体が硬い人が結構多いです。胸椎の伸展の可動域が狭い、ここの胸の動きの可動域が狭い、動きが出ないっていう人と、まあ、肩周りが硬いっていう人、あとは小腹筋が硬い場合があります。特に、さっき言ったローケーの種目、前から後ろに引く種目で肘が体の後ろに行く前に、もしくはラットプルダウンで肘が肩より下に下がる前に、こう肩や肘がずれてしまう人っていうのは体が硬い場合が多いです。なのでそういう人は背中のトレーニング前に、まあ、ストレッチポールに乗るかベンチ材で行う胸椎ストレッチを行ってもらう、バンドサークルで肩周り動きやすくしてもらう、小胸筋が硬いと肩甲骨が引っ張られて前傾しやすくなるので小胸筋を緩めてもらう、これで結構背中のトレーニングで肩が動きやすくなるんじゃないかなと思います。まあ、太郎さんはこのあたりは詳しく記事を書いているので、そちらをご覧ください。なので結構初心者迷惑見られる現象で、トレーニング歴が長い人も意外とこの動作が出ている人も多いので、特に体が猫背気味の人っていうのは多いので、この現象が出ている場合はストレッチをしてもらう、
ってのが一番いいかなと思います。はい、皆さんもこれあたりがある人はストレッチをしましょう。以上です。はい、中級者向けの7週間の筋肥大プログラムが完成しました。でこれまでは初中級者プログラムの次は、中上級者プログラムに移行するようなラインナップだったんですけど、中級者になったばかりで次の中上級者に行くと結構ボリュームが多くてハードだという声をいただいたので、今回はその間、中級者プログラムっていうのを作りました。中上級者プログラムだとだいたいマックス90セット週に90セットのボリュームがあるような期間があったんですけども、今回の中級者プログラムはマックス60セットに設定してます。初中級者からの段階的なプログラム移行っていうのがよりしやすくなります。で頻度は週に4回で、1回あたりのトレーニング時間はだいたい45分から1時間ぐらい、長くても1時間ぐらいを想定しているので、初中級者から移行する方だけじゃなくて、ちょっと中上級者はボリュームが多くてきつかったとか、トレーニング時間が長くてきつかったっていう人でもやりやすい内容になってます。でプログラムは基本的に週4回で、上半身下半身上半身下半身で作ってますが、ご自身の都合に合わせて、週3回にしてもらっても、週4、5回、6回にしてもらっても全く問題はありません。そんな感じですね。7週間で1サイクルっていうトレーニングプログラムになってます。で、中上級者に比べて、ちょっと強度が高くなってボリュームを落としている内容になります。でも、ほとんどその骨組みというのは、同じで、3種、スクワット、ベンチプレス、デッドリフト、あとショルダープレス系の種目を強化しつつ、筋肥大を狙っていくっていう内容になってて、7週目でアムラップですね、できるだけ5回か6回できるように最大限やってもらうっていうで記録更新っていう形になってます。流れとしては、1週目でディロードから入って、だんだん2週目3週目とボリュームが増えていって、4、5、6で強度を上げていって、で7週目で記録更新っていう形になってます。で中上級者が9週間なのに対して7週間にしてるのは、中級者なのでちょっと更新の頻度を早くして記録更新を頻度を高く狙っていくっていう形で7週間にしてます。で種目数も中上級者に比べてかなり少なくはなっているので、非常にやりやすいと思います。で今までの中上級者と同じで、自分の現在のビッグ3のマックス重量、RM 換算でも大丈夫です。 RM 換算の換算上のマックスでも大丈夫なので、それを入力するとウィーク1からウィーク7まで、メインリフトの重量が参考重量が出るという形になっています。でパワーリフティングプログラムではないので、1レップを伸ばすようなプログラムではないんですけども、だいたい5レップから6レップぐらいの重量を伸ばしていくプログラムになっています。今まで中上級者プログラムやってた人でも、ちょっと時間が取れないなとか、仕事が忙しくなりそうだなっていう人はこっちに移行してもいいと思います。それではよろしくお願いします。